皆さんこんばんは、山崎定治です。定治の独り言、今日も早速行ってみましょう。僕たちにとって、心を込めて、歌わさせてもらい、そして笑顔をお届けできるっていうのはもう本当にもう最高なことです。さあ早速ニット研さんのミーティングルームに入ってまいりました。ねえ、ニット研さんのこのヘルメットもね、タオルもあるんですよね。すごいですよね。ニット研さんはその塗装ですよね。外壁であったり、屋根であったり、塗装全般ですよね。そういう工事を受け負って、幅広く工事を受け持っておられる。そうですね。またこちらはね、普通こう男性というイメージがあるじゃないですか。女性の方も現場に出て塗っておられる方もあるんですよ。まあ、すごいですよね。それでは、こちらの営業部長であります、岡本さんより一言いただいております。どうぞ。犬小屋から空港まで何でも乗ります、株式会社ニット研です。私たちは地域で愛され30年、あなたの大切なお家から大きなビルやマンションまで一棟一棟丁寧に塗り替えさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。心を込めて、ニット研。ところで定治さん、毎日お忙しいと思いますが、最近の活動内容を教えてください。僕たちもやっぱり歌うことが全てですから、やはり生歌を皆さん方の前で歌う機会がここに来て徐々にこう増えてきてるかなという、そんな嬉しい気持ちでいますね。先日は島根県にも松江の方に行ってまいりまして、歌謡祭、そしてキャンペーンもちょっと4日間ほどさせていただいたり、そして先月には、定時だよ全集合、今回は新曲発表ディナーショーということで、本当にたくさんの方にお集まりいただいて、できたという、やはり最高ですね。やっぱりお客様の前で歌えること、心を込めて、歌わさせてもらい、そして笑顔をお届けできるっていうのはもう本当にもう最高なことです。これからまだ、早く安心して、マスク外して、どんどんとこう賑やかな日常に戻ってくることを心から願っています。今日はニット研さんの方で、僕の活動内容、最近の活動内容についてしていることを言ってまいりました。こちらも従業員の方、女性男性、含めて8人、職人さんがおられて、どうしても外の仕事ですから、やっぱり一番気になるのがその日の天気です。天気です。この看板ね、僕も見たことありますよ。